動画のご視聴ありがとうございます。大輝です。本日はですね、リクエストいただいておりました、フラクタルの、春畑道也さんのね、サウンドメイクということと、具体的にこの曲もっていうようなお話もいただいてましたので、可能な範囲でね、そこに焦点を当てて、やってみようかなということで。で、冒頭にね、聞いていただいた、リクエストいただいてました、春畑さんの花鳥風月というですね、人気のあるインストの曲と、で、全く同じものをですね、この動画の最後に、もう一回、聞いていただけるサンプルがありますので、この動画の内容と合わせて、お好みでですね、ご自分の竿と、弾き方に合わせて、調節していっていただくといいかな、なんて思っておりますと。では早速行ってみましょう。はい。ということで、いつも通りですね、FM9 のエディターの画面をご覧いただいてますけども、FM9 春畑デモということでね、一応プリセットのお名前を付けさせていただいておりますが、正直なんていうんですか、ものすごい春畑さんに詳しいわけではないので、僕は。春畑警察の皆様がですね、おい、全然違うぞっていうのが出てきた場合は コメントで書いていただければ、お伺いはしますが、特にお答えは多分していかないと思うので、何分その、フリークの方々の持ってらっしゃる情報とね、僕が今分かってる情報はだいぶ違う可能性がありますけれども、僕自身の持ってるイメージだと、どっちかっていうと最近の春畑さんっていうよりは、本当カスタムオーディオの OD100 をですね、ヘッドを鳴らしてる時期の、イメージが強くて、なんで、カスタムオーディオの OD100 にラック組んでるっていうような、本当に、春畑さんの先輩にあたる松崎隆さんとかね、ああいった流れを組んで、機材を揃えたりサウンドメイクされたような、イメージがすごく強いんですけれども、ここ近年の春畑さんはだいぶ好みが変わってらっしゃってきてるように感じていて、基本的にはね、ペダルで音を作っていくっていうような、スタイルが多いようでございます。なので、昔みたいに OD100 を使うことは多分、見る限りほとんどなくなってると思うんですけれども、現状はディバイディッドバイサーティーンっていうところの、ヘッドアンプに、その都度会場とか、規模の大きさですねに合わせて、2×12 のキャビを持ってきたり、マーシャルのキャビを 4×12 で鳴らしたりというようなことをやってらっしゃるようでございますので、まずですね、その春畑さんが、チューブの活動に関しては正直僕ちょっと本当に全く詳しくないので、奏法とかサウンドメイクとかちょっと全くわからないんですけれども、代表曲っていうんですかね、春畑さんがソロ活動されてる中で、弾いてらっしゃるインスト系の代表曲みたいな、ああいうこう歌わせるインストっていうんですかね、そういったものに、どういうふうにサウンドメイクしていくのかっていうのを考えた時に、春畑さんが今現状やってらっしゃる、気に入った太い、きらびやかな、クリーンを作って、そこにその時ごとに気に入ってらっしゃる、ペダルで歪みを作っていくっていう考え方と、あとはもう純粋にフラクタル音じゃのモデリングのヘッドが大量に入ってますので、じゃあそのやりたいことをペダルに頼んないで、アンプのモデリングでやってったらどうなるのかなと、ということで、2パターンに分けて、ただの狙っていく方向性は一緒なので、ご自分でね、試していただいた時にどっちがお好きかっていうふうにやっていただけるといいかなと思います。なので、先ほど一番最初に少しお話ししましたけれども、一番最初に聞いていただいているサウンドサンプルっていうのは、Divided by 13っていう、そのクリーンに設定されてる受け皿としてのアンプに、フラクタルの中で入ってるペダルのモデリングですね、歪みペダルのみで、作っていった場合のサンプルですね。で、この動画の最後に聞いていただくのは、歪みペダルに頼らないで、ゲインセーブはアンプで稼いだ場合のっていうことでやった場合。で、極端には違わないと思います。なんていうんですかね。音は全然違うんですけど、狙ってる方向性は一緒なので、それでご自身で試していただきながらということですね。で、早速クリーンの考え方になりますけれども、
ここのね、シーンの1のところには、CA の3プラスってことで、その昔、原田さんが実際 OD100 を使ってクリームを鳴らしてますので、できるだけ近いクリーンっていう考え方の、素のクリーンの場合と、これがですね、divided by 13、FT37 ってなってますけど、原田さんが実際、現状使ってらっしゃる、なんだっけな、FTR でしたっけ？ちょっと片名が、うる覚えで申し訳ございませんけど、はい、今現在、原田さんが愛用されてらっしゃる Divided by 13の FTR37 っていうアンプのモデリングが、この FT37 っていうものになります。で、2種類入ってて、インプットが2つある実機なんですけども、ローチャンネルとハイチャンネルっていうのが分かれてるので、こちら側のシーン2がハイですね。で、シーン3っていうのがローっていうのを一応選んでおります。で、4番目には、プレキシ、プレキシのタイプいろいろ入ってるので、結構狙いどころがまた変わってきちゃうんですけど、プレキシで作るクリーンっていう考え方ですね。はい。で、やり方の考え方は一緒で、今とりあえず試しにですね、CA の3プラスが立ち上がってます。で、キャビネットは、とりあえず1960を今選んであります。で、原田さんがその 1×12 とか 2×12 とか 4×12 を、そのライブとか規模とかに合わせて使い分けてるので、どのキャビが絶対だってことはないと思うんですけど、とりあえず今1回試しに1960が立ち上がってるってことですね。で、この状態の素のクリーンですね。ちょっと生音入っちゃうかな。入りそうですね。マイク切りますが。いつも通りのそのクリーンですね。で、その上で、ハルハツさんのここ2、3年ぐらいの、実際にライブソロ活動された時の機材がいろんなネット上に記事が上がってるので、そちらを参考にしていくと、常にEQ が作ってるクリーンブースターみたいなのを絶対にずっとかけっぱなしにしてますと。で、これがちょっとわからなかったのが、アンプの入力段の直前に入ってるのか、ギターのインプットに入ってるのか、ハルハツさんご自身が足元で操作されるエフェクトボードとは全然違うアンプのそばにそのクリーンブースターみたいなものが入ってるので、単純に多分、アンプの直前に入れてるんだろうなというふうに想定をして、まずそれを再現していくことと、あと今回リクエストいただいてる曲のちょっと CD 版を聞いたことがないので、ハルハタさんご自身が実際に演奏されてるライブのオフィシャルの映像なんかちょっと見れるやつがあったので、それをこう音の、狙ってるイメージとしてはやっておりますけども、イントロのね、イントロってことはないんですかね。曲の開始の部分のこの、メロディーがありますけれども、全体のその、歪んでるのか歪んでないのかっていう、もし二極端に分けて、クリーンなのかドライブサウンドなのかって言ったら、クリーンサウンド寄りなんだと思うんですけど、実際は絶対クリーンじゃないと思うので、なんていうんですかね、あれがいいクリーンっていうか、前僕の動画でも言ってると思うんですけど、ペラペラのクリーンじゃなくて、ちょっと弾いたらもう、ジャリとかバリってドライブの原因の成分が出てくるっていう状態のクリーンってことですね。なんで本当パッキパキのクリスタルクリーンみたいな系統のクリーンじゃなくて、ちゃんとドライブの原因成分が残ってるクリーンになってると思います。で、今これ、ただ立ち上げただけの3プラスですけど、この状態ではドライブ成分を含んだクリーンにならないので、で 今回まずはですね、先にペダルだったらってことになるので、EQ がついてるクリーンブースターってことで、ドライブペダルの中からエキゾチックの RC ブースターってやつですね、実機もよく昔流行りましたけども、そちらをですね、入れております。で、原因は0でも0.1でも0.2でもそのぐらいでも十分な気がします。これちょっと上げていくと、もう結構歪み始めるようにプッシュされていくんですけど、レベル10、100ってのもありますが。で、まずこの素のクリーンですね。これにかまして、ちょっとドライブ7足してキーの、コンプレッションかけていきの、で、実際のコンプですね。フリーザトン製のコンプを愛用されているように見えましたが、とりあえずコンプかけまして。
なんでアンプのクリーンに対して、アンプの原因を持ち上げていくわけじゃなくて、クリーンブースターとコンプレッサーをかけたことで、ちょうどいい塩梅のコンプレッションと、なんていうんですか、ドライブ成分みたいなのを狙った場合という考え方ですね。これでまあイントロのメロディ弾いていくと、とりあえず試しにフロントのハムになりますが、だいぶもう太い感じになってて、で僕が見た動画のオフィシャルというかご自身の人だと、青いシグネチャーモデルで、フロントのハムとセンターの多分ミックスでイントロ弾いてるっぽくて、こんな感じのサウンドではないかなと。なんでこれ完全にクリーンに戻しちゃうと、本当そのクリーンになっちゃうので、コンプとクリーンブースターを試しながら調節してみていただくといいかなと思います。で、これがもし3プラスだった場合と、ディバイディットバイ13だった場合ってことですね。キャビネットもちょっと統一してみましょうかね。これも関係ないので。そうすると、全く同じレイアウトセッティングで違うのは、このアンプタイプが、3プラスなのか、ディバイデッドバイ13なのかということになります。で、アンプタイプが違うので、キャビは一緒ですけど、だいぶ系統の狙いが変わります。3プラス自体の、当然の EQ とか弦いじくりまくっちゃったりしたら、いくらでも寄せれるんですけど、あんまりいじってないようなこの状態でいった時には、ちょっと分かりやすくリアのハムで弾いてみますけど、わりかし本当にフラットに、その癖のないクリーンみたいな感じになるんですけど、ディバイディットバイ13とか、型とかメーカー違いますけど、俗に言うその、またボックスの流れを組んで派生してってる、マッチレスとか、バッドキャットとか、そういうのは俗に言うブティック系アンプっていうんですかね。そういった感じのクリーンになると、このローの出方がだいぶ違うんですよね。なんで音の太さには直結してくるってことですね。で、冒頭で聞いていただいた、僕の下手くそな演奏で申し訳ないですけど、イントロのフレーズ弾いてるのは、こっちの、ハルハさん実機を参考にした、ディバイディットバイ13のハイっていうチャンネルでもし作ったらっていうふうに考えてやってます。で、お好きな空間系かけていただくと、ああいう動画のサンプルみたいな感じになるよっていうとこですね。で、ローチャンネルっていうのもあるんですけど、もっとトレブル成分が下がっていくような感じになるので、ここはご自身の使ってらっしゃるギターの出力と、ピッキングの、好みですかね。ハルハさんご自身は多分だいぶピッキング強いと思うんですよね。なんかのインタビューの記事でも見たと思うんですけど、薄いピックを使う代わりに強く弾くっていうスタイルの方なので、あれがそのアタックとかですね、あと多分ご本人無意識でやっちゃってる時もあるんでしょうけど、チョップみたいな感じでこう弾くっていうやつですね。チョンチョンってこの、こうじゃなくて、ちょっと太い方の弦からジャリッと当てていく感じもよくやってらっしゃいますが、
なんで、栗の考え方的には、もしご自身、あ、ご本人、春畑さんご本人の参考にするんであれば、このディバイディッドバイ13に、コンプとペダルですね。で、このエキゾチックの RC ブースターにこだわる必要はないと思いますが、極端な話、パライコをここに入れて、パライコでプッシュでもいいんですけど、ちょっと難しくなっちゃう気がするので、わかりやすくっていうと、この辺が楽かなと今回は思っております。で、キャビネットもこの 4×12 なのか、これディバイディッドバイ13の 1×12 のキャビですね。で、あとは、ダイアナキャビじゃないんですけど、ディバイディッドバイ13の、オフィシャルというか、標準のもしキャビに、57と121立てたらどうなるかなっていうのがシミュレーションされてるキャビのデータですね。ファクトリーの1番の938と944になりますけど、このキャビが変わるだけでどう変わんのよってことですね。ちょっと順番に行ってみますので、で一応フロントとセンターのミックスで行ってみます。ディレイぐらいかけますか。なんだろう、単音のメロディで聞いていただくと、確かに音は違うんだけど、そんなとんでもなく極端には違わないと思うかもしれないんですけど、結局キャビはローの成分を作るのにものすごく影響があるものなので、実機でやってもですね。なんでこれ単音じゃなくてジャリンって鳴らしていくと、だいぶブーミーな低域の成分が違って聞こえてるのが感じ取っていただけたんじゃないかなと思います。で、その音量を上げてった時とか、実機の場合ですけど、ローのですね、膨らみ方が違うんですけど、結果的に聞こえ方も変わってきてて、同条件で比較していかないといい分じゃないんですけど、わりかしあの 2×12 の方が実機でやるとローはこう、聞こえてくるっていうんですかね。それが実際のこのモデルの中でも再現されてて、で 1×12 でもしっかり締まったバーチ材っていうか キャビネット材でやってると、このダイナキャブの B じゃないですけど、しっかりローはいてですね、太いんですよね。 4×12 のマーシャル、こっちの方がローはすっきりしてるように感じると思います。なんでただスピーカーユニットがイーブンじゃないので、実際にご自身で音を聞いてもらいながら、どのぐらいのローがこう好きかなっていうのを、想定していただいて試していただくといいかなと。で、あとはどっちみちこれを例えばスタジオでも弾いてみたいなって言ったら、前回の動画でも言ってますけど、結局マーシャルのキャビにつながないといけなくなるっていう制限がかかるんであれば、もうこの1960のダイナキャブで音作りしていった方が、出先の補正はしやすいかなっていうところですね。で、もし仮に、ただの歪むアンプですね。たまたまこれプレキシの 100W を選んでおりますけども、これでクリーンの成分を狙ったらどうなんのよってことですね。ちょっとこれだと歪み強いかな。ちょっと強そうですね。こんなもんですか。なんでハイゲインのモダンタイプのアンプじゃなければ、プレキシみたいなもので、ゲインをご自分のギターの出力に合わせて調節してあげると、十分太くてジャリッとした花鳥風月のイントロみたいなクリーンはですね、作れると思います。で、実際僕の耳で聞いてる限り、ライブで弾いてらっしゃる花鳥風月のイントロというか、メロディーは、ドクリーンではないと思うんですよね。
まあ、なんかかかった結果、まあ、たまたまそのコンプとブースターのプッシュだけで足りてるドライブの成分なのか、ローゲインセッティングのペダルを何か挿してやってる音なのか、ちょっとそこまで分かりかねるんですけど、まあ、お好みでですね、ディバイデッドバイ13になんか好きなペダル挿してみて、あ、ちょうどいいなと思ったらそれもいいと思いますし、コメントでね、プレキシも好きでなんておっしゃってましたので、プレキシでも十分本当にいいクリーンを作れますので、まあ、あとは弾き方と合わせながら調節してみていただくと、クリーンはいいんじゃないかなと思います。で、その流れを組んで、もしドライブサウンドをってなった時ですね、で、こっち行きますと、3プラスにドライブペダルってなってますけど、先ほどやった3プラスに、同じ1960のキャビンがあって、ここの RC ブースターとコンプは変わってなくて、まあ、ここに何か歪みのペダルを足していくってことになるんですけど、なんで理論上ですね、この6番のこの状態と1番は同じですね。全く同じ音になってます。なんで本当に今からペダルをかけるよと。で、ハルハタさんご自身数年前から、ボグナーの、グランジっていう黄色っぽいゴールドっぽいですね、筐体のペダルを好んで使ってらっしゃったようでございますけれども、ペダル自体は当然一応ね、ボグナーおじさん、ラインハウトボグナーおじさんが、プレキシを目指してっていうことで、作ってるペダルになってますが、最近のペダルボードに変わってくると、あれが2台あったのが1台なくなってですね、ソルダーノの激歪みのペダルが入ってたりとか してるので、多分ですけど、まあ、出したいサウンドとか方向性がこうその時期ごとか楽曲ごとにこういろいろこう考えて変えてらっしゃるんだと思うんですけど、グランジはまだ1台残ってますので、プレキシサウンドと、で多分これはリードではないんだと思うんですね。昔はバッキングとリード用にグランジを使い分けてたそうなんですけど、今はグランジが1台だけ残ってて、もう1台は別のフリーザとの歪みが来たり、ソルダードの歪み系のペダルが来たりしてましたから、それをまあ、アックス、フラクタルの中でどうやって近づけていくってことになった時に、ボグナーのそのまあグランジのモデリングは入ってないわけですね。で、まあ、仮に、ペダルでプレキシサウンドを狙っていった場合にっていう考え方になりますけど、わりかし歪みペダルは受け皿のですね、ここですね、アンプのクリーンの成分とか、アンプのキャラクターの影響をもろに受けるものなので、まあ、分かりやすいのは、ボグナーのグランジの実機のペダルを、まあ、買ってきて、マーシャルのインプットに挿すのか、ジャズコのインプットに挿すのか、ディバイディットバイ13のインプットに挿すのかで、音全然変わっちゃうってことですね。なんで、一概にちょっとこう、これが絶対合うっていうのは難しいと思うんですけど、一応今回試してる中と、僕が思うプレキシの、まあ、その砂利っていう成分ってですかね、耳障りじゃないけど、ちゃんと上の出てる成分の、感じですね。になった時におすすめできるなと思うのは、まず一つ目こちらですね。ハートペダル11、ラブペダルってとこのアンプ11っていうペダルになるんですけど、これ本当にわりかしいい感じだと思いますね。このセッティングはいろいろ試していただくといいかなと思うんですけど、まあ、メインテーマが歪んだサウンドで来ますよということで、ここに突入するときに、もしアンプ11ですね、かけると、わりかしグランジじゃないですけど、まあ、原因のね、ドライブ量は下げていけばもっと抑えることもできますけど、砂利っていう系統の質感を残しながら使いやすいと思いますので、これ実機もすごく僕好きなんですけど、アンプ11おすすめでございます。で、続きましては、これマーシャルのですね、ガバナー系の黒い筐体の、なんで、まあ、マーシャルのプレキシの音を狙ってるんだから、マーシャルのペダルだったらってことですね。ただマーシャルのプレキシタイプの歪みのモデリングはここにないので、もし無理やりですね、原因も上げなくて、無理やりちょっとトレブルに持ってって、コンツアも下げてっていうと、ちょっと音でかそうだな。まあ、みたいな感じでね。なんで
アンプイレブンとマーシャルのこのシュレッドディストーションってやつ全然関係ないペダルなんですけど、ちゃんと作る、まあ、セッティング狙っていくと、そんなに極端に破綻しなくて似るところに収まります。で、今度はサーのライオットでございますけど、これプレキシとは一切関係がないので、プレキシらしさは全く出ないですけど、まあ、昔のハルハツさんが OD100 を愛用されてたってことを考えたときに、まあ、要は OD100 の歪みペダルを意識して作られてるのがこのサーのライオットなので、まあこれだったらってことですね。なんでもうちょっとこうモダンなローが締まった感じの音になりますけど、試しにこのまあ ABC3 つ行ったり来たりしてみますので。ということで、まあ、サーのライオットだけもうちょっとこうミッドに寄ってる、まあ、締まった感じのモダンな音になりますけど、まあ、この辺でご自分のもしお好きなものが見つかれば試していただくといいかなと。で、さっき言った受け皿の問題ですね。全く同じクリーンブースターとコンプで歪みをペダルで作った場合に、3プラスなのか、ディバイディッドバイ13なのか、歪まない予定の、プレキシなのかってなっただけで、まあ、どのぐらい変わんのかと。で、同じアンプイレブンのモデリングでいったと仮定します。で、これもさっきのクリーンの時の試したのと同じで、単音で、まあ、うまいこと弾いてしまうと、ある程度寄せれちゃうんですよ、今みたいにね。なんですけど、和音というか、太い弦、巻き弦とかを弾いた時には、だいぶ違ってくるので、今度そこを注意して聞いてみてください。急に今度の全く違うようなブーミーな膨らみ方とかジャリジャリ感とか多分感じ取っていただけたんじゃないかなと思いますが、なんでその歪みペダルで音を作るとかって言った時、まあ、アンプも一緒ですけど、その何の帯域フレーズを得意とするための音作りなのかによって、結構ペダル側の EQ だったり、アンプの EQ だったりは変えていかなきゃいけないってことですね。で、まあ、それを踏まえて、クリーンのアンプっていうのは、聴感上同じようにクリーンに聞こえたと仮定しても、例えばジャズコだったり、フェンダーだったり、ボックスだったり、マーシャルだったり、まあ、ゲインと EQ をすごく似せてった時には、端から聞くと、ファラッと、まあ、さらっと弾く分には同じようなクリーンに近づけることはできるんですけど、そこにペダル刺してしまうと、結局受け皿が違うので、歪み方とかも全く違いますから、まあ、そこを、まあ、総合的にご自分の好みで、まあ、しかもできるだけ春畑さんに寄せてた時にどれが自分がいいかなっていうのを、まあ、見つけていただけるといいなと思います。で、動画の中の最初のサンプルのアンプと歪みに関しては、まあ、一応この春さんの実機を目指してってことで、ディバイディットバイ13に、アンプイレブンで歪ませたらっていうような感じでやったものになります。なんでここまでがね、もしアンプとペダルで、今現在ハルハさんが好んでやってらっしゃるような音作りの方向性だったらっていうことでやったものになりますけれども、まあ、クリーンに関してはね、ペダルでひずあのクリーンを作るっていうわけじゃないので、あくまでアンプの受け皿ありきになっちゃいますけど、じゃあ同じようなそのまあプレキシサウンドみたいなやつですね、
ディバイディッドバイ13に、まあ、僕のあのグランジを挿して、コンプとブースターで多分あれが作られてると仮定すると、それも、ペダルじゃなくてアンプでやったらどうなのよっていう考え方も当然できるので、こっちにですね、よいしょと。アンプドライブってことで、もう何も、ブースター系はなくなっておりますが、で、ここに、プレキシの 50W の方を挿してあります。でも、無理やりもうがっつりこう、ゲインを上げてて、EQ も結構上げ気味になってますけど、で、キャビネットの方は、相変わらず1960ですよと。で、一旦先にこっちの音から聞いてもらえますかね。まあ多分、だいぶ歪みは足りてるのと、プラス、なんていうんですかね。でも、リードは足りなそうな、音伸びなそうだなと。で、リフ弾くと、ロー膨らんじゃって、ちょっとこもってないみたいなのもあるので、でそこに、まあ、ブースターをかけていくことで、歪み成分足すのと、まあ、ローをカットしちゃいたいってやつですね。なんで、とりあえず試しに、このインプットブーストのところで、チューブスクリーマー君を 12dB ぐらいで、まあ、かけまして、なんで、これでもう十分、その、なんていうんですかね。プレキシサウンドとのアンプのキャラクターとしての、ハルハツさんがやってらっしゃるような、まあ、ペダルでやりたいと思われるプレキシをもしアンプでやったらっていうことになります。で、この動画の最後に聞いていただくのが、ペダルに頼んないで、アンプで、クリーンも、歪みも作ったらっていう考え方ですね。はい。で、どっちがいい悪いとか全くないと思うので、ご自分が弾きたい、出したい音に、まあ、どっちがハマるのかなっていうのと、まあ、使っていただいてるね、竿のピックアップの出力だとか、まあ、弾き方の癖とかね、いろんなのが多分影響すると思いますので、まあ、その中で選んでみていただくといいかなと思います。で、まあ、個人的には今回は、実機もし、触る機会あったらぜひ試していただきたいぐらいですが、このね、ハートペダル11、ラブペダルのアンプ11ってやつが、わりかし、まあ、扱いやすい、プレキシ感出しやすいかなと思いますので、それ以外はね、いろいろ試しながらでいいかなと思います。で、もしLA グランジってやつがね、なんつうんですか、昔、まあ、1、2年前、数年前の時だと、2台使ってバッキングとリードを分けてたよっていうことでしたので、であれば、例えばこっちね、アンプ11の2.4っていうものを用意してみましたけど、そうすると、例えば、ドクリーンの音に、この2.4ぐらいのローゲインのセッティングを入れて、まあ、こういうそのクリーンの、まあ、クリーンっていうか、そのイントロで流れるような、ほんのちょっとゲインの成分持ったような、ペラペラのクリーンじゃないけど、ハイゲインのディストーションサウンドじゃないよっていう時には、すごく有効かなと思います。で、ギターソロっていうか、ハイゲインのリード来たよって言ったら、歪みの成分強い方ですね。なので今回はね、アンプ単体でっていうと、僕の中では、ペダル単体で作っていくっていうと、ハルハツさんの音に寄せてっていうと、まあ本人も実機でディバイディットバイサーティー使ってらっしゃいますので、ディバイディットバイサーティーのモデリング、ハイチャンネルの方に1960のダイナキャブ入れて、
コンプとクリーンブースターでプッシュしながら、ハートフェダル11でゲイン量調節、EQ 調節しながらですね、ローゲインのセッティングと、ハイゲインのセッティングを2つ作ってあげると、まあ、そんだけでだいぶ、やりやすいかなと。で、これは流用が効くので、これ両方ともオフにしちゃって、クリーンブースター、まあ、試しになく、まあ、なくしちゃうと音量下がっちゃうか。なくさないで、じゃあコーラス入れて、ディレイもリバーブも入れていくと、きらびやかなクリーンもね、すぐ出せちゃうので、なんでこのもしレイアウトみたいな考え方が、わりかしクリーンのカッティングからきらびやかなクリーンからリズムリード全部いけるななんて言ったら、応用していただくと、ご自身のレイアウトとして使いやすいかなと思いますので、お試しになっていただければなと思います。それではね、今日もだいぶ長くなっておりますけれども、で、そうそう、最後にですね、春畑さんってどうしても抑えて弾けば成立するっていうタイプのギタリストではないので、そのピッキングの緩急、アタック、あとまあビブラートとかですね、本当に人間が歌ってる、楽器が歌ってるっていうのを、そのギター単体でこうものすごく歌わせるのが得意なタイプのギタリストさんだと思うので、まあぜひですね、まあピッキングの感じとか、深く当ててこうガッて持っていく時と、まあ、優しくソフトに弾く時の使い分けとか、あとビブラートもすごく速い細かいビブラートと大きいビブラートと、まあ、例えばチョーキングビブラートですかね、あとアームダウンとか、いろいろそのまあインストならではのね、表現力が多彩な方なので、まあ多分ね、ファンでいらっしゃるということであれば、いろいろこう、僕なんかよりも知ってらっしゃるかもしれませんけれども、まあぜひその辺をね、追求しながらやっていただくと、まあより一層、こう、サンドメイクプラス奏法で似てくるっていうタイプの方だと思うので。なんではね、今回僕は、なんとなくパッと見てパッと弾いちゃってるだけなので 全然、春畑さんっぽく弾けてなくて誠に申し訳ないんですけれども、まあ何か少しでもね、参考になりましたら、いいかなと思います。あとは今回動画を作成するにあたりまして、概要欄にもね、リンクを貼らせていただいておりますけれども、まあ花鳥風月の、バッキングトラックを作ってらっしゃった、カズさんというですね、方がいらっしゃって、まあ、その方の、バッキングトラックを、拝借させていただいております。なのでね、もし練習される方、ぜひ、カズさんのところに行きまして、バッキングトラックお借りするのもいいでしょうし、カズさんご自身もね、動画弾いてらっしゃいますので、あ、この人はこういうふうに弾くんだ、みたいな感じでね、いろんな人の弾き方参考にするのもいいかなと思います。それでは本日も長い動画ありがとうございました。大輝でした。